元気ですか？どうも、Kです。今日は勉強法について解説していきます。今日のテーマは偏差値を上げるために必要なことについて話したいと思います。偏差値を上げるために必要なこと3つあります。これはどの試験でも言えます。中学受験でも高校受験でも大学受験でも大人になってからも試験対策として偏差値を上げるために必要なことについて話したいと思います。山系チャンネル。まず1つ目、過去問をやりましょう。まだ全然過去問解けるレベルじゃないよって思っても過去問解きましょう。中学受験だったら行きたい中学校の、過去問を解きましょう。高校受験も、公立だったら公立の入試問題、私立だったらね、自分の行きたい、私立高校の入試問題解きましょう。大学受験だったら行きたい、大学の過去問を解きましょう。もちろん、最初はできません。できないんですけど、ただどんな問題が出るのかというのが分かります。であと自分が今どこができてどこができないかというところが分かります。このどこができないかというところがポイントです。2つ目、自分の苦手と、試験でよく出る範囲を研究するというところですね。大学受験で言ったら微分積分が苦手だなとか、英語で言ったら、長文読解が苦手だな、和訳の問題が苦手だなとか、高校受験で言ったら理科の、そうだな、理科の科学の問題が苦手だなとか、電気の計算問題が苦手だな、中学受験で言ったら算数の鶴亀算が苦手だなとか、売値低下苦手だな、この自分の苦手なところとあと試験でよく出るところを研究しましょう。で3つ目、この自分の苦手なところと試験でよく出るところが分かったら、そこを1日1単元潰していきましょう。自分の苦手なところを一つずつ克服していきましょう。やっぱ苦手なところってみんなやりたくないんですよ。もう解けないから、もうああ自分できないなって思ってだんだんやる気なくなっていくんですけど、だけど自分が苦手ということは他の人も苦手にしてる可能性が高いです。なので苦手なところを一つずつ克服することで他の人と差をつけることができます。ただ、過去問解けるかなみたいな、過去問解けるレベルじゃないなって思っても一回解いてみましょう。解いてみて自分の苦手なところとか試験でよく出るところをちょっと分析してみましょう。そして、苦手なところや、試験でよく出るところの単元を集中的に勉強して、苦手を克服していきましょう。そうすることで他の人と差をつけることができます。よって偏差値を上げられるんですね。これで今日の授業終わります。また見てね。